20センチぐらい、このぐらいだったらまだ走れるね。うん、あんまり急だともう上がっていけないからさ、うん、今さっきのところに止めて、うん、ちょっと準備しようか。そうしよう。これ囲まれてるからヒーターの熱がこの上に上がってってこもると思う。多分あったかい。いいね、いいですよ。うまっ、うまっ、うまいね。顔黒っ。ん？え？顔黒いですよ。そう、これね、墨がついてんだ。どうしよう。ドリドリセットだ。これ最高だよ。シノシュがあればご飯ちょっと食べたら散策してそうだ、ね、みたいなことができるんで。結局買わなかったんだよね、うん、欲しいなと思ったけど多分使わないなと思って。楽しいだろう、ね、黒い。うん、まあもちろん黒いし顔真っ黒ですよ。そんなにこれ苦手。あ、ぶんねん。あれ、ニンニクなんてありましたっけ。え、ニンニク買った。買った。いつの間にそっと入れた。最近新しいの買いました。ガスをさ、逆さまにして使えるのよ。あのプリブスのコンロだとなんか使えないのよ、冬用じゃないもんさ。あ、そういうこと。そうそう、火が出ないの、はい、オプティマス。オプティマス。オプティマス、あれじゃん、トランスフォーマー。トランスフォーマーでは、いただこうか、うん、味が全然違う。変わるね。いや、このだし醤油がまたいいですね。雲が多い。いや、綺麗だな。ガスってる方と晴れてるところが、その境目がさ、はっきりしてる。うわ、綺麗だな。佐渡行った時とアングルが同じなんだが。なんか鍋の中に変なもん入ってる気がするな。何これ。鳥入れたでしょ。鍋に鳥入れたでしょ。だし出るかなと思って。だしは出るけど美味しいかな。どうだろう、多分大丈夫だと思う。
川のせせらぎが気持ちいいですね。野鳥が全くいないのが悲しい。ありがとう。わあ、美味しいやつだ。ブロッコリーの存在感。向こうのキャンプ場を予約してもさ、わかんないのよ。どんなところかってのが。夜は厳しいだろうな。壮大な景色は見えないけど。高台に行ってとピューピューだからさ、どっちを選ぶかなんだよね。レイキャンプならやっぱこういうとこだね。うわぁ強かったか。強かったね。ちょっと強かった。私も何かやらないとまずいかなと思って、パンを開きましょうか、パンを開きましょうかって思ったら、もう開いてやる、開いてやる。こう端っこに置いて。太陽はちょっとかぶってるね、雲に。12時半。あ、結構立ってるんだね。よっと。いや、素晴らしいね。こんな感じで設置して、まあ、その裏でね肉を焼いてると。一旦上に上がって、まあ、ぐるっと回って戻ってきてるんですが、上の方にタイヤの跡があるかだけ確認します。これ私がつけたタイヤの跡ね。でここから左に行ってるんで、この先は行ってないですね。なので私たちしかいません。この先もまだまだ登っていきます。一応登山道がつながっていて、ずっと登っていくと山に行けると。焼けた。絶景でした。上から見た時のこっちがやばかった。帰ってこれねえかもしれない。何もいいんだけどね。ギュ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 。こんなとこになんかあるね。そうなんですよ。どれが地図的にはあれなんですか。あっち？
七色海で周辺から見る山々って書いてあるけど、あれとか、それ？あれね。